まだ今も楽しみに待ってます、皆さんもぜひ聞いてみてください。楽な感じでこういうホルモンなんか食べながら聞いてみて面白いんじゃないかなと思います。楽しみに伝わすんで、頑張ってこれからもフルに入れまくってください。じゃあまた。